やっぱりあれですね、そこに書いてあるけどボーダーレス化っていうのは必要ですね、基本的に今ちょっと、考えたんだけど、ジェンダーのボーダーレス化っていうか、それはなんだろう、ジェンダーを超えた教なんかの考え方というのが進んできて、おそらく美しさという定義も、いわゆる女性らしい美しさとか男性らしい美しさじゃなくて、なんか共に共感し合えるような美しさ、だから俺メンズビューティーってすごく今年というか、伸びるような気がするんですよ。でしかももっとさっきボーダーレス化の中の、話題なので、エイジ、要するに、年齢もいろいろと上から下まで超えて、僕自身も、結構ね海に行ってんだけど、本当に若い人とかあるいはキッズとも話したいし、でやっぱそういうふうな形で、全ての世代を超えたなんか美の考え方、あるいは魅力のあり方っていうのが、それを化粧品メーカーとか美容メーカーがサポートしていく時代になるわけです。それが最終的には結構国境というものだと超えてグローバルになる気がします。特別な年だよね。やっぱり2年余り、もう2年3年かけて、コロナ禍という私が今まで体験したことのない、ことが起こって、それを経ての今って、全然今までの新しい時代を語るとか、次の年の予測っていうと全然ちょっと違うと思うんですよ。みんなすごくストレスの多い生活を強いられてきたからこそ、もちろん状況がこのままうまくいい方向に向かえば、みんなが多分ファッションとかもそうだけど、すごくカラフルになってね、今日の小谷先生みたいにカラフルな服を着たいとか、さっき言ってたその眉毛が細くなって太くなってきてるでしょ、ですよね、はい、そんなのがあると思うんで、やっぱり何か変わりたい、変えたいっていうところが自分レベルでみんな追求し始めてる年になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。誰かのためっていうよりも、もちろん地球とか他の人たちへの愛とかね、そういう大事にした優しさとかってもあると思うけど、やっぱり自分がどうしたいっていう、自分らしさとか、自分ってこうだよねっていうのをもっと主張したりとかっていうのを、もっと若い高齢世代とかを中心としながら広がっていくんじゃないかな。だからすごい楽しみ、戻らないけど新しい何かが絶対やってくるっていう、そんな期待はあります。メイクはどんな感じですか？メイクはでもそうですね、コロナのその最初の頃は本当にガーンと落ちるとこまで落ちたじゃないですけれども、やっぱりその実用性すらみんなもう、もしかして魔法自動車のみんなはどんな楽しさを知っているかだと思いますけれども、広く多くの方がもういらないんじゃないかとすら思った人たちもいて、私なんか結構メイクの仕方忘れちゃったんですけどとかっていう相談を受けたりもしたぐらい、ちょっと遠のいてしまったなという兆しがあったんですが、きちんと時間をかけて少しずつ戻ってきてですね、とうとう私も来年はいよいよ本当になんか解放というか、なんかそんなムードなんじゃないかなという感じで、特にチークとかリップとかその辺が戻ってきているのが、なんとなくそのいよいよ解放というか、アイメイクとか、顔の上部のメイクアップを墓地でもたくさん駆使して提案しましたけれども、いよいよマスクをいうことはあるんですけれども、そのチークとかリップの復活っていうのがまさに解放に向かっていくっていう流れかなと思って、もうとうとうなんかもう気持ちも込めて、そろそろいいでしょっていうような、本当にドーンと何系っていうよりは本当にカラフルに、質感も様々に、とにかく数が多く打ち出されるのが2025年の春なので、もうとにかく血色をほっぺにもたらすっていうことに尽きるかなと思って、あまりこう細かく細分化するよりチークをつけていこうっていうことだと、それやっぱり元気になるよね、シャイエンティストの目から見ると、やっぱりチークっていうのは顔の中に血色がついてる、ね、だから生きてるっていう感じで元気があるんです、ね、いいですね、やっぱり大事だね、はい、元気だ、今年は元気だ、だからやっぱり気持ちが性からどうになってくるんじゃないですか、メイクも、薬剤的とか動きがあるとか、そういうのにすごい声が出てて、やっぱりそういう表現したいっていうのになってくるし、スキンケアっていう、スキンケア的に考えると、やっぱりトラブルの時期をトラブルスキンを経てやってくるのは、いわゆる化粧品自体、いわゆるスキンケアの製品自体がすごい高機能になってくるからこそ、新しいなんかシンプルケアみたいなのが出てきそうな感じ、全体的に一個一個がやっぱクオリティ上がってる、役割も高まってる、ボーダーレスが続いてるってことは、
別に重複するものを使わなくていいから、うん、もっと極限までシンプルケアを極めても昔のシンプルステップとは全然はるかに超えた、うん、あの嫌な効果が狙えると思って、なんとなくあのもう22年のものっていうとそういうのがちらほら、ね、うん、あの製品が出てきたりとかするから、ボーダーレスが新たなそういうシンプルケアでも、いわゆるあのこうあまりこう適度がないというか全部を網羅できるケアが叶うっていうところでは出てくるのかなっていう気がします。なんか時短っていうとなんか手抜きっていう感じなのか、うん、時短するのがかっこいいみたいな、うん、だってこれだってこれ質の高い時短だよね。それ質の高い質の高い質の高い時短、まさにまさに去年からの、まあ、流れでやっぱり免疫というキーワードと、まあ、それからあとメイクも絡むけど、ヘアやっぱり脳に響く商品、あのまあ好奇心とか、まあね、いろいろあったじゃないですか、はい、僕はすごい賛成できて、まあ、もともと高級機器にやったときはそうなんだけど、中身とかそれもあるけど、持ったときにワクワク、ドキメイクつけたらなんか気分が上がる、はい、これってやっぱり脳なんだよね。だから脳にそういうふうに働かせるもので、商品だけじゃなくて、その商品にまつわる、まあ、まあ、なんだろう、マーケティングだ、あるいは、さっき言ったけど、秘伝のタレがあるという、そのメーカーの歴史だったり、まあ、いろんなものが全部かかって、まあ、そこに、まあ、いろんな、あの、まあ、専門家とか、ジャーナリストとか、まあ、そういうところで、常に上がってくる。にはやっぱり、それだけの何かがあるような気がするんだけどね。やっぱり使えてある人たちも感じ始めてるんじゃないのかなっていうふうに聞くとか聞かないとかっていう中に、やっぱり脳の、うん、やっぱり香りもそうだけども、うん、感触、テクスチャーだったりとかっていうのもすごく、それがすごく大きな会社、うん、まあ、資生堂とか、まあ、コーラとか大きい会社とかもすごい研究も進んでたりとかして、そういう形での切り口の製品も出てる感じですよね。メイクもなんかその脳にっていうところでね、うんうんうん、何でしょう、この多分コロナの間に、うん、本当にそのメイクする意味みたいなのをみんな忘れるときに、うん、それこそ香りだったりとか、うん、なんかもう、うん、無条件に気持ちが上がるとか、うん、なんかもうそういう脳に刺激が来るようなことで、うん、メイクをやっぱりやるっていう風に流れた人もいるような気がして、すごくその体感、テクスチャーとか香りとか、うん、そういうところにすごい繊細になったっていうか、うん、あんまり今まで意識そんなにしてなく忙しく生きてる人たちが結構時間できちゃうんだから、すごい一個の製品敏感に、うん、これ心地いい、これ心地よくないとか、これいい香りだとか、なんかすごい自分だけでとってもすごい敏感になった気がして、うん、刺さるポイントみたいなのにすごい研ぎ澄まされた人が増えたような気がしますので、うん、その部分も私もすごい共感します。今まで無駄じゃない、なんかパッケージもなんかちょっと突き詰めてたところじゃないですか、シンプルにシンプルとか、うん、でもその無駄が無駄じゃなくなったのをまた改めて感じたから、うん、やっぱりパッケージにしろ、香りにしろ、テクスチャーにしろ、あ、やっぱりこれが自分が楽しかったこと、心地いいことは無駄じゃなかったっていうのが分かったのもいいのかなっていうのが、スキンケアもざなりにやるんじゃなくて、楽しんでやってたから、それは無駄じゃなかったっていうふうに思ってるのはいいことかなって思いますね。盛りたい。あのでも製品見ていても、カラーもそうですし、ファンデーションなんかもやっぱり結構しっかりとした材のものが戻ってきていて、そのすっぴんメイクみたいな超ナチュラルっていうよりは、ちょっとそのまあ色づきも少し大胆なものに戻ってきてる感じで、まあ、メイクアップ全体がもうちょっとしっかり乗せていきたいみたいな、メイクしてますっていう感じにある程度持っていくっていうのは、ここずっと続いてるかなと。もうなんか素肌を透けさせる感じよりは、もうなんかちゃんとカバーして綺麗な肌で、でも浮いてないとか、その人のある程度作っていくスピード、そうですね、なんかそのある程度塗ってるんだけども、多分それは繊維技術の進化で、あの本当に馴染んでいる、そこそこ塗ってるんだけどそう見えないみたいなことがやっぱり昔の化粧と違うのかな。そうだから今美の多様性って結構あって、まあ、昔確かに白い肌が綺麗なんで美白ってなったけど、今はもう美白じゃなくなったね。これ美色カラー、まあ美色肌だと思うんだよね。要するに、そう、だからもうどんな色もなんか綺麗に見せればそれはそれでいいと。白がイコール綺麗だけじゃない。さっき言っていたあのチークの復活とともに、やっぱりその顔の下半身の方も買い物に向かうっていうのはまず絶対的なことなんですけど、2021年の、ちょっと流れを組むと、あのアイブロウに、カラーを持たせるっていうものが、下半期で
アイブロウ繊維がたくさん出て、その茶色いペットの眉毛っていうところからのちょっとこう次のシーズンに今来てると思っていて、もうピンクなり紫なり、なんかこう当然のように普通のパレットにカラーが入ったアイブロウっていう商品、眉マスカラもそうですけれども、これがもうしばらく定着、いよいよ来年こそカラーアイブロウっていうところが定着するんじゃないかな、してほしいなと思っています。で、眉に色を持たせるということが個性的な人だけがやるものではなくって、髪の色とマッチさせるとも、その眉毛のポイントメイク化っていうんですかね、チークやリップと同じような、アイシャドウと同じように、今日眉毛何色にするみたいな感じで、いよいよ定着してほしいなというところはあります。ただそのびっくりするほどピンクになったりもしませんし、あくまでカラーニュアンス眉という感じで、茶色ばっかりやってた時に少しちょっと色味を持たせるとやっぱり優しく見えるという現象が起きたり、おしゃれだけじゃなくてずっと若々しく見えたりということで、いいことがいっぱいなので、ちょっとだけ色を入れていくっていうのは続いてほしいなっていう感じです。で、続くであろうと思っています。アイホールにアイシャドウは塗るものっていう概念がなくなっていくんじゃないかなって思っていて、そのアイホールで、メインカラーをとどめて終わらすのではなくて、眉毛の下まで全部アイシャドウを展開するっていうメイクが、私も自然と無意識のうちにやってるんですけど、結構他のアーティストの方も、最近アイシャドウゾーンはもう眉下、何ならちょっと眉の中までちょっと塗っちゃうみたいな、普通に聞いてるとアイホールにって言うんですけど、見てみると実際アイシャドウに見てるともう大体に結構アイホールの幅超えて上までいってるのがすごい多いし、それがでも昔グラデーションやってた時代もそこまでやってて、そのグラデの結果ベージュの薄いのがそこ、はいはい、もうちょっとなんかカラーがかかってる、そうですね、京都小川さんもそうじゃないですか、もう単色で全部もう眉の下まで行って、行ってらっしゃいますよ、行ってらっしゃいます、行ってらっしゃるとなぜかこう少しここになんか鼻先のところって振り返ってきますし、あとなんかわかんないですけど、それ無意識のうちにマスクでもここしかできないから、もうもっとやりたいとか思って上まで行っちゃったのかな、そういうことだ、チークいっぱい出てるじゃん、はい、でもチークが、私が思ってるチークの色じゃないチークがいっぱいある、あ確かにそうですね、黄色とか紫とか、そうそう、でそれってアイシャドウ の色、なんかパレット、こんなちっちゃいパレットの予定がもうチークとして売ってるので、はい、一瞬見たらどうやってチークに使うんだろうか、それもボーダレス使う、他に使っていいですか、もちろんそうですね、自由にやってもいいですし、あと手持ちの何かチークと黄色、おかしな色を合わせて自分だけの色を作るとか、その表現しがたい色っていうのも結構キーワードかなと思って、ニュアンスカラーっていうことですね、これは何色っていうんでしょうみたいな、アイライナーとかも謎の色ばっかり、謎の色イコールおしゃれっていうふうに今は組んでます、何言ってわからない、あ、そうです、赤とか青とかってわからないもの、しかも肌色と重なるという結果、そうです、そうです、だから未知のものなんですけど、自分に乗せた時に本当その人だけの色として見えてくる面白さが、マイニュアンスカラー、あ、マイニュアンスカラー、ああ確かにやってもそういうね、何か言葉を作りたい、いや、それはしょうがない、癖なんですよ、商品から、はい、まさに、うん、いい商品がなんか想像できました、うん、はい、おで使っていいよ、いいですか、長いとは思って、マイニュアンスカラー、マイニュアンスカラーパレット、そう、本当そうだった、うん、最初パッと見た時にシリーズかよ、うん、アディクションとかね、これは何だろうみたいな、うん、でもなんかそうそうそうですね、これどうやって難易度高いと思うけれども、ちょっと乗せてみると意外と発色が、うんうんうん、そうですね、自然な感じのニュアンスになってて、うん、まさにニュアンスですね、視覚で見たものとまだ驚くほど違う感じで、なりたい何かっていうのは別にない気がする、例えばあの顔になりたいとか、ああいうメイクがっていうような時代ではないのかな、叶えたいこと、昔はなんか誰かに、そうそうそう、なんかもうね、ギリギリメイクとか、あゆちゃんになりたい、あゆになりたい、それはもうコスプレですよね、うん、今の感覚で、たまにじゃあ私あの顔になりたいとか、男がね、あった時代とかね、ありました、みんなが自分、それこそ失敗したくないから、それパーソナルカラーとか流行ったじゃないですか、家ベブルで、あとあの体の中だけ、そうそうそう、なんか広
格診断診断されました。自分に似合うものを診断してそれしかも使わないみたいになっちゃったからこそ、逆にそれじゃ飽きてきたんじゃないですか。確かに、なんかブルベだからこれのこの色だけど待って日焼けのあれ良くない使いたいなみたいなのになってきたのかなって思うから、一回その枠にハマったからこそ、まあ、そうですね、出たいみたいな。まずねとかその失敗顔みたいなのもないと思うんですよ、あの人のメイク失敗してるみたいな人も、そういうふうに思わなくなった。そうそう、ああいう感じなんだ。そうそうそう、個性、あ、そうそう、個性って捉えられるようになったから、すごいなんか青いシャドウとかシルバーとか、どうあっても別に何てことないっていうか、失敗メイクがなくなって失敗メイクがない。昔はなりました、あ、私おこやになってくるみたいな。でもね、そうそう、それもアイデアやってるなっていう、全部アイデアかな。全員技術の診断ももちろん相まってだと思います。おかしな人がやっぱりいない。真っ白系になってる方もいない。でも例えば真っ白系になってるとしても、あ、こういう人なんだ。そうそうそう、若い子たちの方が塗るよねみたいなね。でもそうかも。なんでそう思うんだろう。自分は違うけど、相手もあるだろう。そうそう、キャラクターの延長にある美容美っていうのは、私は絶対なんかメイクにおいてもそう意識してますし、それが一番素敵になる、なる早道だと、近道だと思う。なんかそれをみんなやろうとして、誰かになりたいっていうよりパーソナリティか、その一人一人のあれがもうありっていうところだから、でもそういうのってもう本当に、まあ、らしさっていう、あえて逆に女性像がつかみにくいんですから、10人いたら10人の女性像がいても今はありありっていう感じだと思うから、だからなんか結構一人一人だから、そういうのでもほら肌診断とかだっていうのはほとんど子でしょ。子ですね。そうです、ね、デジタルツールとか使って今自分のことをちゃんと診断して、自分に対してだけの答えをしてほしいっていうアプリでも増えましたよね。そう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 、だからメーカーを設定したタイプに分けるんじゃなくて、それぞれに当てはめるんじゃなくて、一人一人のに答えるパーソナリティを生かすようなやり方が多いんじゃないかな。なんか私上半期は毛穴が多い。あ、毛穴ね。久しぶりに毛穴聞く。何か気になるの？毛穴ほんとすごく多くない？だからブライトニング関連の、やっぱりね、はいはい、スルッとさせる。そう、おばあちゃんのローションしかりでしょ。毛穴つるるでしょ。やっぱりなんかすごい毛穴ケア、ただ単に肌色だけじゃなくて、いわゆる肌表面の形状っていうのが付与していて、それをなんか、まあ、ブライトニング的に持っていくっていうところで、結構毛穴ケアが多分4月ぐらいまで出てくると思う。気にしてマスクの方でもありますか？40代のほら、どこだっけ、隠れ隠れ覚醒の時、実は40代に覚醒、そうそう、多いんですよとかって言ったりとか、ただ単にニキビとか赤みとか、そのマスクニキビみたいなのとは以外で、なんか毛穴も結構出てくる気がする。あとローション多いよね。多いですね。多いですね。でさっき言ってたそのビタミン C とか、ナイアシアミドとか、なんかすごい信頼のある、成分をちゃんと入れて、なんか新しくはないけれども、すごいその効果を取ってこう出していこうっていう形でも、そういう製品が多い。あと美白、今ちょっとゴーチェで先にあれしてるんだけど、結構シミもシワもみたいな、そういうそれこそマルチタスクで、いろんなものに効果を出すっていうとか、毛穴もあり、あとハリランドとか、ほらさっき言ってたね、ランコムのやつとか、あえてNGでね、NGで肌色も肌もシワシミたるみ、たるみラインでシワシミシミっていうのやってきて、まああそこはね、ロレアルグループがブライトに美白っていう表現をしたくなったからこその新しい打ち出しだと思うんだけれども、で、いわゆる3つの処方を置いてそうね、あの容器はちょっと入れますね。そうすごい、それで言うとインフィニティもその容器が変わってるじゃないですか、顔の上下で分けて、あれ別々で出した方がうまいいけるのに、あえて一つにするっていうのもなんか面白いなと思ったんですよね。なんかあれだよね、ダブルフォーミュラーみたいなのもあったけど、数年前からもうスキンケアは全部いいとこ行ってるんですよ。だから強硬質と質のどっちが優れてるっていうことなんで、でももうある程度言ってるから比較しにくい。だから俺だって、そういうこと、だからやっぱりどれ取っても、レーズルって取っても、プチプラでもいいのはある。だから
基本的にもういい悪いの時代ではなく、うん、自分がどう好きかなんですよ。でどう好きかっていうのはさっき言ったけど脳なんですよ。脳がこれ自分がいいと思う、これ使うと自分が元気が出る、だそういうふうに信じさせるようなものだから、結構ブランドストーリーとかコンセプト、ブランドコンセプトとか商品ストーリーとか、それがしっかりと魅力的に伝わるのに響くから、うん、でも基本的に出るものはやはり、うん、これいいよなと思って出てるわけなので、やっぱそういう意味であなたはもうどれもいいから信じたいものを見つけて、安心できるものを見つけてっていう、もうその時代に入っている。だから逆に言えばファンデーションもそうだよ。うん、ファンデーションもそうだよ。ファンデーションってもう機能とか仕上がりがもうどれも当たり前とですよ、うん、だからもう基本的に逆に選べないっていうよりもいろんな情報を見て、あ、自分これがいいなと思ったらそのときともこれでいいんですよ。好きでいいってことですね、うん、はい、このやっぱりまぶたが下がってくるから、うん、もうあの眼形下垂じゃなくって、うん、ここの二重とかっていうのは、うん、それでもないんだけど、このどうしてもたるみが出てくると眉下切開だったりとかっていうのはもう、うん、もうなん当たり前だって、これってもう今まで整形って全く違う私になる、じゃあ私あゆにしたいんですって言って全然違うけど戻ってるだけだから、うん、だってたるみもこうして、私出会った頃こうでしたよねみたいな私出会った頃こうでしたから、変わるじゃないですか、ね、私が20年前の私に戻るので何が悪いんですか、うん、私別に変えてないです、うん、っていうのに なってきたので、どん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 なんかそこら辺はやっぱりアンチエイジングが整形っていうのは別人に変わるじゃなくて、うん、私をちょっと時を戻すのにはずっとトレンドでいくんだと思います、うんうん、多分美白系というか光治療とかは当たり前になってきたし、あと看板治療もあの豆乳とかも当たり前になってきて、今ハイフがすごい熱かったじゃないですか、でもハイフって、こういろんな機械が出てきたんですけど、こうその中でもちゃんとこう本当はハイフっていつも言うんですよ、スマホみたいなものですよ、そのなんか一般名詞だから、その中にいろんなブランドがあって、一番こうFDA が承認しているのはウルセラっていう機械、それを真似したものがウルセラセルだったり、ウルセプラスだったり、いろんなものがあって、それが悪いわけではないんですよ。でもそれがいよいよ統合されてきて、本当に効く配布ってどれだろうっていうのがだんだん分かってきてるし、もちろんウルセラの技術っていうのは盗めないけれども、じゃあそこではなくて、ここにはない技術を、じゃあ目回り打ちできるようになりましたとか、痛みを軽減しました、でウルセラは半年に一遍だけど、うちは1ヶ月に一遍、そのここまでの効果はないけれども1ヶ月に一遍当てることを照射することでそれを少し維持しましょうっていう、もっと細分化されてきているので、なんか配布イコール高いなんか怖いみたいなものがだんだん細分化されてきて、もっともっとおうち世代の30代でもやってもいいものが出てきているのかなっていうのは思いますね。リフテラっていう機械が最近出てきて、それはあのタイプシャワーみたいな感じなんですけど、目回りもできるし、そこは結構ハイフの中でもあんまり痛くないしっていうのと、あとはあのスネコスだった、今までヒアルロン酸を入れていくのを上げて、そのヒアルロン酸でボリュームをアップさせるんじゃなくて、その細胞がこうその再生するというのにやって、スネコスっていうのを入れるとこう 目の周りの今まではヒアルロン酸に入れづらかったところが増えたり、あ、そういったものは出てきているので、入れる製剤もヒアルロン酸だけとかボトックス一択っていうのじゃなくなってきた、